はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年2月の27日、18時3分です。よろしくお願いします。この枠は狐枠なので、全てが匿名コメントになります。自由にコメント書いてください。1号さんいらっしゃい。どうもどうも、ワドツです。はい、ワドツ、2号さんいらっしゃい。はい、ワドツ、3号さんと4号さんいらっしゃい。ワドツです。いらっしゃい。はい、ワドツ、こんばんは。楽しんでて。こんばんは。いらっしゃい。はい、こんばんは。解放かな。体調良くなったよ、だいぶ。あのね、ノロウイルスはね、すぐ治るんだよ。一日だけ地獄の苦しみ味わうんだけど、次の日にはケロッとするのがノロの特徴だから。あ、ジュゴさんありがとう。お見舞い。申し訳ない。花火ありがとうございます。もう大丈夫だよ。ちょっと病み上がりって感じかな。元気は出たけどね、やっぱほっぺたがほっそりしちゃったんだよね。ありがとね、花火ね。結構昨日はもうのた打ち回ってたね。きつかったよ。ごめんね、なんか心配かけちゃったみたいで。だいぶ DM とか LINE 来たけど。昨日は本当に死ぬかと思ったわ。きつかったよ。昨日はマジできつかった。体調良くなった？うん。大体食あたりってその日だけ苦しむ感じだから。食あたりの時はね、長引くのは、ご飯食べると、その中で菌が繁殖しちゃって、ループになるんだって。だから、一日食事抜いてね、水をガバガバ飲むといいよって、のんちゃんに教わって。のんちゃんの介護のおかげですよ。産ませてよって、懐かしいね。松本人志のコントだね。ありがとう、15さん。ありがとう、ハート10個ありがとう。すいませんでした、ご心配をおかけして。3日ぐらい休むことになるかなと思ったけど、一晩で良くなりましたよ、だいぶ。一晩でだいぶ良くなった。はい、ワドツー。どうも。こんばんは、皆さん。うん、大事にするよ。大丈夫よ。ありがとね。歌終わったよ。歌終わった。ネタだと思ってた。あ、いやいや、俺ね、ネタっていうか、まあ、ネタはネタっていうかね、俺のスタイルね、これは。バカありがとう。ネタはネタなんだけど、人生全部ネタっていうスタイルだから、なんて言えばいいんだろう。俺はね、ゼロの情報を100に変える人って、これ嘘じゃん。これは嘘で盛り上げるネタタイプなんだけど、配信者っていうのはね、ちょろっとして1のことを100に言うタイプの。これが配信。だから嘘はないよ。だから事実は事実なんだけど、それを大きく見せるのが俺は配信だと思うから。はい、ハロー、ハロー、いらっしゃい。バガありがとうね。本当に苦しかったよ。昨日なんかもう本当にね、やばかったね。のんちゃん来てくれなかったらもう地獄の苦しみだった。いや、小さいことを大きく言った方が面白いのよ、配信は。でも本当に昨日きつかったよ。顔げっそりしてるでしょ。顔ちょっと頬こけてるでしょ、いつもより。わかる。顔がちょっとシャープなのわかる。これでも今水分飲んでるからだいぶふっくらしてきたけど、いつもより顔ほ、から、顔、体とか顔細いはずなの。もう体液全部出ちゃって。
まあ、ノロウイルスはちょっときついよな。いつもより目が寄ってるかな。そうかな。それはよくわかんないわ。いつもより寄ってる？ それはみんな次第でしょ。それはよくわかんないわ、俺。狐やだ？ 19 号さん。狐と別にあんまり変わんない気がするんだけどな、通常枠と。狐や？狐嫌な理由がわかんないんだよな。俺も好きだよ、ありがとそうなんだよね。俺も牡蠣好きなんだけど、何回か当たったことあるけど、あの苦しみはもう嫌だな。ちょっと生で食べる牡蠣はやめよう。牡蠣フライとか、火を通したりね、しないと危ないね、牡蠣は。まあ、分かってたことなんだけど。うまいもんには毒があるんだよ。あ、次枠は通常枠だと思ってた。まあね、メガホンなりなんなりでアイテムくれたら、俺誰だかわかるから。まあなんか、ちょろっとアイテムくれると嬉しいかな。幕張は読んでみて、どの本がピン、え、どの、え、幕張は読んでみたくて、どの本がピンときますか？幕張っていうタイトルの本なんですよ。どの本がっていうよりも、幕張ってね、確か9巻だか7巻だかの短編なんだけど、本当に天才で、北先生っていう人が書いてるのね。で、千葉県に幕張っていう町があるんだけど、そこの幕張高校が舞台になってるんだけど、なんて言ったらいいんだろう、誰もやってなかったスタイルで、要はね、漫画界のリークとかをバンバンやるの。ネタに見せかけて。で、最終的には、最終巻で何やったかっていうと、自分の担当の編集者とか、鳥山明の編集者って伝説の編集者なんだけど、ドクターマシリトって言って出てくるな、アラレちゃんに。島鳥先生って言って、今のね、少年ジャンプのトップなのかな。で、もともと超編集者で有名な人で、その人も暴露とかやりまくったの。で、最終的に幕張の中で何やるかっていうと、自分の担当編集者が浮気してるっていうことを漫画に書いちゃって、で、最終的には少年、集英社を出禁になっちゃったっていう伝説の配信者で、今はね、マガジン系列で書いてるんだけど、すげえ面白いよ。いまだにね、島袋先生とかの淫行事件とか、要は時事ネタの漫画界の暴露とかやりまくってんの。だから幕張って作品は面白いよ。で、当時子供の頃分かんなかったネタとかが分かるようになるね。いまだにまあそのスタイルね、継承してるんだけど。幕張っていう作品ね。だからどの幕張が面白いかじゃなくて、幕張っていうコミックスが面白いっていう。古い本だよ。だからね、当時のネタが分かんないと面白くないかもしんない。幕張は結構ギャグ漫画の中でも結構異種格闘技というか、幕張は知ってるといいよ。今はね、バトル漫画描いてるんだよね、幕張の先生。喧嘩商売っていう格闘技漫画描いてるけど、たまにやるね、ブラックジョークみたいなことは。暴露系のジョーク。バンド作りたいけどメンバーがいないからな。配信者バンドはやりたいよね。俺は便所さんベース、荒野ギターボーカル、俺ドラムでいいんじゃないかなと思ってるけど。配信者バンドは企画として結構盛り上がりそうな気がするよね。なんか、1週間に1回集まって練習して、3ヶ月後ライブとかいう企画でも全然面白いと思うよ。バンド名？なんだろう。バンド名なんだろうね。乞食でいいんじゃないの？カタカナで乞食でいいんじゃないの？カタカナで乞食、あ、カタカナじゃない、漢字で乞食っていうのは結構かっこいいと思うけど。乞食でいいんじゃないの？ハードコアパンク、乞食。漫画だよ。幕張っていうのは漫画。当時は下ネタとパラディを中心としたギャグ漫画であったが、やがて暴走し始め。そうそうそう。下ネタと、
なんだけど、どん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 暴露系の話に行って、なんつうんだろう、なんか同業の漫画家とかをどんどん、なんか漫画でネタだよって言いながら本当のこと書きまくっちゃって業界から干されたっていう漫画。いや、古事記でいいと思う。いや、幕張は結構知ってる人いる。でもね、ついてけないと思うよ。自治ネタが多すぎるっていうか、その当時流行った問題とかをバンバン取り上げてるから、俺は大人になって、あ、これこの事件が元ネタだったんだっていうのがだんだん分かってくるの。だから東国原とかのなんか事件とかもいっぱい出てくるんだけど、当時よく分かんなかったの。分かんないけど面白かったの。ザ・ボトム。なんか中二病っぽくなんない？そうなると。なんか小好きでいいんだよ、小好きで。カービィここにいるよ。カービィここにいる。これは本当に可愛いよね。俺カービィ好きだったから。これはよくできてるよ。プラスチック。可愛いよね、カービィ。カービィはよくできたゲームだなと思ったよ、当時から。すげえ面白かった。アイデアがいいよね。吸い込む吐き出すっていうのと、飲み込むと能力吸収するっていうのすごいよね。論文の淳はちょっとなんか微妙だったかな。俺は普通に本当のハードコアパンクやりたいんだよね。ハードコアパンク。モンジョリさんっていう人が誰だか分かんないね。モンジョリさんが誰だか分かんない。藤沢奈々。ハードコーパンクってさ、ハードコーパンクってアメリカじゃないの？ハードコアってアメリカじゃないの？いや、叩くでしょ。だって真面目にやってる人からしたらバカバカしいもん。そんな俺だって腹立つよ、ユカチの件は。あんなふざけてるだろ。俺だって腹立つよ、あの女。配信者の風上にも置けねえよ。俺は嫌いだね。俺はだけどユカチだけをじゃないと思うよ。これをやってんのはユカチだけじゃないと思うよ。うん。っていうかね、 A 版だよ。こんなのは普通運営が激怒して A 版だよ。普通の版だったらぬるいよ、はっきり言って。 A 版だよ、 A 版。ユカチの事件知らないの？もうすげえ話題になってるんだけど、これユカチーのツイッターなんだけど、このエミュレーターっていうのは、まあ、不正のプログラムのソフトだと思って、このエミュレーターをエミュをインストールすることで、新しいスマホを買ったのと同じになります。要は、スマホの中に、あるプログラム入れると、スマホを複数のアカウント複製できるの。アカウントつが IP なんだけど、まあ、簡単に言うと、こうやって指示書を出して、要はこのソフトを入れてそのメガホンを大量に取得できるんですって言って、でよろしくお願いしますって自分の囲いに言ってたんでしょ。こういう手順を自分からやってんのよ。リスナーさんが勝手にやってるなら
まあちょっと問題ありだなぐらいだけど、本人が拡散してるんだよ。ありえねえよ。汚ねえよ、やり方が。何のためのランキングだよ。1位に20万払ってるんだよ。これ20万の横領だかんね。ふわっち運営は刑事事件にしてもいいぐらいだよ。20万の横領だよ、これ。そう思わない？まあパソコンなのかスマホなのかちょっとわかんないんだけど。うん。いや、ズルどころじゃないよ。20万の横領事件だよ、これ。横領だよ、みんなやられてんの。ふわっちからすると。エミュレーターっていうのは、まあまあ、まあごめんね、不正ソフトっていうか、俺の説明があれかもしんないけど。だって、マンスリーランキング1位は20万もらえるんだよ。そう、これでみんな騒いでんの。エミュレーター自体は不正ではないよ。そう、使い方が不正なの。エミュレーター自体は別に昔からあるから。対策してない、ふわっちが悪いって言うんだ。いや、だからそれは今後のふわっちじゃないの。今後のふわっち、ふわっち自体も見過ごしてた、数字が上がるからって言って見過ごしてた部分があるんだろうけど、もうここまで問題でかくなってみんなが不平不満溜まってるんだったらやるべきだよ。だから俺は運営さんの対応次第でどういう会社なのか見極めようと思ってるけどね。まあゆかち以外にもやってるでしょ。いや、だって金が絡んでる問題だし、リスナーさんはだって真面目にメガホン取ってた人バカバカしいじゃん。あともう一個問題があって、広告料を払ってた広告会社を騙してたことでもあるんだよ、これは。要はふわっちがこれを見過ごして A 版にしないっていうことは、うちの会社は不正行為をリスナーとか配信者にやらせて、こういうサイトですよっていうのを他社の会社に言ってるようなもんだよ。広告料なんか取れるわけねえじゃん、そんなこと言ったら。そうそう、水増し騒動きっかけね、これね。いや、ふわっちは今後の対応でしょ。これでゆかちを A 版にしなかったら、要はあ、こういうことやっていいんだってなるでしょ。こんなもんで済むんだってことだ。こんな追放、永久追放だよ、こんな。普通に考えたらふわっちから運営からしたら横領されてんのと一緒なんだから。まあね、水増し事件の次に来てるからね。まあまあ運営さんの対応こう見守ろうよ。これ今回はかなり悪質だと思うよ。リスナーさんがやってる分には止めらんないけど、運営っていうか配信者がやってんだもん。いや、だからどんなこと言うんだろうね。不当客ではないでしょ。こうクライアントを騙すようなことやってたんだから。こんなんだから、ユカチの売り上げの100万を取るかね、無課金とかも含めて真っ当にやってる1万人とか2万人とかのリスナーを敵に回すのかっていう話だよ。ねえ、片手間とはいえ時間を割いてたらバカバカしいよね、21号さんね。そうやって無課金のリスナーさんをバカにしたんだよ。あ、元気になったよ。俺は自分の企画をやるときにアイテム集めたことなんか一回もないよ。悪質でも何でもないよ。複数端末そのものは、誰かがツイッターで、ふわっちに問い合わせて DM で返ってきたのが、3アカウントまでは許容しますっていう。複数アカウントって言っても3アカウントまでは OK ですっていうのはふわっちの公式の見解、サブアカは。メインアカウントにサブアカ2つまでは OK っていうのはどっかで読んだことある。3アカウントまでは OK らしいね。山田孝之なんか意識してないよ。牛島くん嫌いだもん俺。あの漫画全然面白くないよ。これでゆかちがバンにならなかったら、俺はああそういうサイトなのねっていうのは思う。抗議はしないけど。
バカバカしいでしょ。メガホンなんか誰も集めなくなるよ。俺は運営さんがどう出るのかっていうのは今回すごく見どころだけどね。まっとうな会社なのか、不正を許容する会社なのか。金が絡むとっつうか、俺らからするとさ、じゃあマンスリーランキングって何なの？リスワンって何なの？ってならない。真面目な人間がバカを見る社会はダメだよ。丸眼鏡持ってるよ。そうだね、不正方法を指南してるからね。もう巨悪だよ、巨悪。ツイキャスは今まで問題どうなんだろうね、わかんない。まあ課金サイトじゃないからね。運営からじゃないでしょ、わかんないけど。リスワンは普通の水増しだったらできるよ。まあ人を見るのはしょうがないんじゃないの、運営さんが。俺はふわっちの運営さんの正しい判断下してくれると俺は信じてるけど。なんでかっていうと、長い目で見たら滅びるから。まっとうにやってないってことは長い目を見たらめくられるの。会社にとって良くないんだって、そういう不正行為をやるのって。まあリスナーさんまでは追いかけられないでしょ。まあだからユカチーがどういう枠でどうね話すのか見てみようよ。それ次第じゃないの。まだ早いんじゃないの。いや、囲いのせいにしたら囲い離れるから。そんな人間に人はついてこないでしょ。それはそれでいいんじゃない。なえるよね。俺はすげえかわいそうだと思う。被害者は普通のリスナーさんだからね。だし本来はふわっちもリス、あの被害者意識持っていいんだよ、これ。だって規約に書いてある違反をやったのは正しいんだから。あ、言いたいことある人、俺別にコメント読まないから、全部のコメント。言いたいことある人は LINE かけてきて、突受け付けるから。18号さん、言いたいことどうしてもコメント読み上げてほしいんだったら直接電話かけてきて。俺はリスナーさん全部のコメント読むことなんか不可能だと思ってるし、読みたいコメントだけ読むから。あー、だよね。24号さんもバカバカしいよね。どうしても読み上げたいとか、どうしても言いたいことがある人は LINE かけてくれ、いいじゃん。直接電話なんかできるわけない。じゃあしなきゃいいじゃん。ユカチについて一言は、俺は一言だけ。恥を知れ。お前がやってんのは恥を知れ、ユカチ。お前は配信者じゃねえよ。恥を知れ。配信やめろ。ゴミだよ、ゴミ。ネルさんには特にないかな。ねえ。そう、広告主がいるっていう、広告主に対して不正を行っちゃったってことだから、ふわっちが抱えてる問題はでかいよ。まあそうだろうね。メガホン停止は正しい判断だよ。予算を許したって、予算なんかやったの？いや、恥でしょ。配信で面白いことできません。
不正をしないとアイテムも集められません。恥だよこんなの。恥だよ。まっとうにやってたやつら全員をバカにする行為だもん。恥を知れ。リスナーさんも裏切ってるんだよ。何が大手配信者だよ。笑わせんなよ本当に。あんなの可愛い可愛いって囲ってるやつもバカだよ。何、ネタみではないよ。あ、クソ面白くもねえじゃんあんなの。面白くないやつを囲うのが良くないんだよ。実力がないやつは実力がないまでとどめておかないダメなんだよ。じゃないと面白い配信がなくなるんだぜ。面白い配信がなくなったら損するのリスナーさんだよ。俺は嫌いだよ。俺は嫌い、うん、真面目にメガホン集めてくれてた人を裏切ったんだもん。そんなん良くないに決まってんじゃん。真面目な人が損をする世の中なんか許せねえよ。ねえ、バカバカしくなっちゃうよね。俺は守るから、俺はみんなの気持ち守るから。一生懸命メガホン集めてくれて俺を応援してくれてた人は守るからさ。知らない、今日の放送見るよ俺は。ユカチーの今日の放送見るよ。いや、つまんなきゃ見なきゃいいじゃん。いや困るよね。水増しとかやめてほしいもん。俺もこの前されたんだけど、一気に400人まで、ギター弾いて50人だった閲覧が一気に400人まで上がったんだけど、本当に不正行為は嫌だ。くだらない。広告入れてくれてた人からね、損害賠償来てもおかしくないよ。で、その損害賠償問われたらユカチが払うっていうのも全然、いや普通に詐欺事件で立件していいんだよこんなの。もっとね、あの、A 版なんて生ぬるいぐらいで、詐欺事件で普通は逮捕させるぐらいやるんだよ。実際実害が出てんだから。これ20万の横領させられるところだったんだよ。これ横領だよ横領。いや詐欺でしょ。だってマンスリーポイントで20万円払うんだもん。ユカチーこのままだったら20万受け取ってたんだよ。詐欺でしょ。いや、ユカチーが詐欺でしょ。いや、詐欺でしょ。20万円現金で受け取れるんだから。え、ユカチー悪くないってこんな、え、なんでユカチーが悪くないの？どういう頭してんの？どうしてユカチー悪くないの？不正行為やってたんだよ。リスナー、ユカチー悪くないって本気で言ってんの？本人がこうやって、ね、不正行為をリスナーさんにばらまいてたんだよ。なんで悪くないって言うの？これで。頭湧いてんだろ。バカだろ。頭湧いてんだろ。いや、だから訴えることができるのは実害のあるふわっちだけだよ。運営だけだよ。びっくりするわ。ユカチ悪くないとか言うのは頭開いてんだろ。威力業務妨害。いや、びっくりするわ。2号さんのユカチ悪くないって、どうして悪くねえんだよ。
っくりするわ。悪いだろどう考えた。擁護するポイントなんか一つもねえよ。なんで悪くないの。悪いでしょ。いや最低でも俺も A 版だったら納得できる。最低でも A 版だよこんなの。こんな不正ねえよ。システムが悪い。いやシステムに不備があったのは事実だよ。そこはシステム全部が悪いって話じゃない。システムに不備があったから改良しますって言ってるわけだから。でも自ら不正行為をやってんだよ。複数アカウント作るなとか不正行為やるなっていうのは規約に書いてあるんだよ。それを自ら破ったのはユカチーだよ。初見さんいらっしゃい。不備があったのはさ認めるけどさ、夕飯なんだろうね。いやこんなの許せないよ。怖いよね、うん、洗脳されてんじゃないの本当に。え、じゃあコラボとつまちにして意見聞く？コラボとつまちにしてさ、配信者とかリスナーさんの意見議論する？